こんにちは、アートクレイチャンネルのジンです。今日はですね、レザークラフトなどに使われる革刻印を使って、アクセサリー作りをしてみます。デザインはいろいろありますので、お好みのものを使ってください。まずはペンダントを製作してみましょう。厚みをですね、1.5 ミリ厚に伸ばします。厚い分にはいいんですけど、1.5 ミリ厚以下だと、刻印をした時に薄くなりますので注意をしてください。そして、伸ばした後にこう触って指につかないぐらいの、乾燥具合になったら、スタンプをしていきます。革刻印はいいんですけど、ゴムスタンプなど使う場合は、ベビーオイルでスタンプの先端を濡らしてから作業をしてください。あとはですね、自由に、ご自分の好きなようにスタンプをしていきます。こんな感じでしっかりとスタンプができました。そして、テンプレートなどを使って、アウトラインをきれいに切り抜いて、そのまま乾燥していきます。次にですね、リングの場合です。木芯棒に巻きつけてから作業をするよりは、こういう風にですね、プレート状の時にスタンプをしていくと作業がしやすいです。スタンプが終わったら、側面、アウトラインの部分ですね、スチールスクレーパーで、きれいにカットしていきます。そしたら、付箋紙を巻いた木芯棒に巻きつけていきます。端っこの部分、余分な部分はですね、スチールスクレーパーでカットして、付箋紙の中心に来るようにくるくると巻きつけてください。つなぎ目のところはいつも通り水をつけてしっかりなじませてください。詳細後の仕上げについてはお好みでお願いします。それではまた次回の動画で。